切り折り紙とは紙もしくは紙に類するものを切っておって、造形する遊び、および造形されたもののことである。紙を切っておって造形する遊びに対し名称の統一を目指して2005年頃より使われ出した名称である。似たような遊びの名称として、立体切り紙、立体紙切り、立体切り絵、折り紙建築、チョキ折り、切り紙クラフト、ワンシートクラフト、ハサミックアート、切り体。 立ち折り紙等が挙げられる。諸外国では、紙芸。このルールに従った作品だけを切り折り紙とすべきという意見もある。基本型としての切り折り紙のルールを緩和し、多少の乗り付け、加筆、彩色、紙用、ニス、複数枚の紙の使用等を認めたものである。また切り絵の技術を応用した、ハイブリッドタイプとも言える作風も見られる。 応用型としての切り折り紙をさらに発展させたものである。一枚紙で培われた技術を複数枚の紙、彩色、のり付けありの条件下で応用したものである。一般のペーパークラフトに比べ、貼るという作業の一部を折るという作業で代用しているため、工程の大幅な簡略化及び省力化も可能である。切り折り紙ともペーパークラフトともどちらの名称でも呼べる作風である。 切った紙に山折り、谷折り、かぶせ折り、中割折り等を組み合わせて加工するのが切り折り紙であるが折り線の組み合わせについてはある程度の規則性が見られる。折り線の組み合わせを覚えることにより若干の修正を加えるだけでオリジナルとも言える個性的な作品を作ることも可能である。直感的にわかりやすい技法であり昆虫類、甲殻類、竜などに多応される。 簡単な技法であるが、小動物からドラゴンまでと幅広く応用が可能な技法である。折り線として曲線を使った折り方であり、直線の折りでは出せない流麗な造形が可能である。看板のように片側から見た形を切り抜き、それを何らかの形で立つようにした作り方。別名、片面重視型。簡単な割に派手な造形が可能である。上げ折り。 下げ折りと数多くの技法が分類されている。折りやすく、折り地輪ができにくく、折りが戻りにくい紙が望ましい。コピー用紙からカレンダーの紙なども含めて幅広く利用可能である。マーメイド紙、ミタント紙などが多用される。和紙はしなやかな分、折りが戻りやすく使用にあたっては工夫が必要である。作家によっては金色のペンキなどをスプレーして、 特製の紙を作って使っている。紙の代わりに革や薄い金属板、この葉等を使った作品もあり、紙状のものであれば、対外応用が可能である。何よりも手に合っていることが重要であり、次に切れること、先が効くことが有用である。ハサミだけでは表現しきれない分野をカバーする意味で、重要である。紙用にす、接着剤は制作の場合以外でも、作品の位相、展示、 保存のために重要である。その他の材料、道具についても表現力の向上につながるのであれば、積極的に使用すべきであろう。一枚石を使った切り折り紙の展開図を構成するものは、折り線の組み合わせと折り線から始まっていく平面であり、その全てが一枚の平面の中に収まることが条件である。前述の蛇腹折り、斜め段折り等がフレームに相当する。 フレームが同じであってもウォールの形を変化させることにより違う作品が作られる。数学的に見た場合、切り折り紙の制作はフレーム部分を変形不能とし、ウォール部分を変形可能として展開されるトポロジーとみなしうる。数学的な解析も進んできており、一部の作品に応用されている。ありがとうございます。